パスカルシアカムはカメルーンリトラル州ドゥアラ出身のバスケットボール選手。NBA のトロントラプターズに所属している。ポジションはパワーフォワード。プスキル、スプイシップのあだ名を持つ。1994年にドゥアラで4人兄弟の罰師として生まれる。2009年に NBA とフィバが共同で毎年夏に世界中で開催する。 国境なきバスケットボールがカメルーンで開催された際に開催都市に住む姉に会うついでに参加を決めた。同国に帰国していた NBA 選手のルック・バームーキと対面したことに感激したシアカムはその後 NBA 選手を目指すために翌年渡米しテキサス州ルイスビルのコッズアカデミー高校に進学。大学はニューメキシコ州立大学に進学したものの 二年生児の2014年10月、父が母国で交通事故で他界するという悲劇に遭遇してしまう。亡き父のために奮起を誓ったシアカムは2014から15シーズンから公式戦に出場し、同シーズンの WAC のフレッシュマン賞を受賞。翌2015から16シーズンは平均20.2得点116リバウンド2.2ブロックショットを記録し、 WAC の年間最優秀選手に選出された。シアカムは2016年4月に2016年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明。2016から17シーズン2016年6月23日に行われた2016年の NBA ドラフトにて全体27位でトロントラプターズから指名された。同年7月9日にルーキースケール契約を結んだ。 ルーキーシーズンとなった2016から17シーズン開幕戦のデトロイトピストンズ戦でシアカムは先発 PF を予定していたジャレット、サリンジャーが右足の負傷で欠場した関係で先発で起用され4得点9リバウンドを記録しチームの勝利に貢献した2017から18シーズン2年目の2017から18シーズンではベンチモブズと呼ばれた ラプターズのベンチメンバーと共にチームをイースタンカンファレンス1位へと押し上げ、またリーグ内のセカンドチームの得点効率で1位に着いた。2018から19シーズン2019年 NBA ファイナルの第2戦にてジャンプボールを待機するシアカムとアンドレイグダーラ2018から19シーズンは先発での出場が増え、 一試合平均16.9得点6.9リバウンド3.1アシストを記録。またシュートセレクトなど改善し、3ポイントシュート成功率を14%増やして36%と大幅に上がった。2018年11月5日から11日にかけて行われた試合で、イースタンカンファレンス週間 MVP に選ばれ、デマーデ・ローザン、ビンス・カーター、クリス・ボッシュ、 カイル・ローリー、マイク・ジェームス、ジェイレン・ローズ、ルー・ウィリアムズに続いて、ラプターズのフランチャイズ史上8人目となった。2019年1月13日、シアカムはワシントン・ウィザーズ戦にて、24得点とキャリアハイの19リバウンドを記録し、140から138のダブルオーバータイムの末勝利した。同年2月13日のウィザーズ戦にて、 キャリアハイの44得点を記録し129から120で勝利した。また、フランチャイズ史上11人目の40得点以上の記録者となった。プレイオフ第1回戦のオーランドマジックのゲーム3にて、シアカムは30得点と11リバウンドを記録し、98から93で勝利した。第2回戦のフィラデルフィアセブンティーシクサーズのゲーム1で、シアカムは 29得点を記録し、108から95で勝利した。イースタイカンファレンスファイナルのミルウォーキーバックス戦のゲーム3でシアカムは25得点と11リバウンドを記録し、チームはダブルオーバータイムまでもつれ込んだが118から112で勝利に貢献した。カンファレンスファイナルは4から2でシリーズを締めくくり、ラプターズを フランチャイズ史上初の NBA ファイナルへ借り立てた。ファイナルの相手はゴールデンステートウォリアーズとなり、ゲーム1ではプレイオフキャリアで最高の32得点を記録し、118から109で勝利した。その後ラプターズは6試合でウォリアーズに4から2で勝利し、フランチャイズ史上初の NBA チャンピオンを獲得した。シーズン終了後、 シアカムは2018の19シーズンにおいて最も成長した選手に贈られる NBA 再生挑戦首相を受賞した。2019年10月19日、シアカムはラプターズと4年1億3000万ドルの契約延長に合意した。2019から20シーズン2020年1月23日、キャリア初のオールスターゲームに選出し、スターターに選ばれた。 2020年9月16日、オール NBA セカンドチームに選ばれた。兄が3人おり、いずれも大学バスケの選手だった。そのうち3番目の兄、ジェームスは、バンダービルト大卒業後の2015年に、岩手ビッグブルズとの基本契約を結んだ。しかし、政治的要因により、早期のパスポート取得が困難だったため、正式契約には至らなかった。 ありがとうございます。